い、皆さん肉は好きですか？肉めっちゃ好きやね。たこ焼きには負けるけど。寿司と肉が夢のコラボ、かっぱ寿司のやんちゃ盛り。たこ焼きで表現してみました。やんちゃだろ。今回はミックスホルモンでたこ焼き焼いてみた。スーパーで買ってきたミックスホルモン2パックドカンと入れちゃいます。ホルモンの油でギットギットなるんで油は入れません。お塩少々。牛豚いろんなホルモンが混ざってまさにやんちゃ。ついてたホルモンのタレ2袋かけて、タレまみれや。混ぜて焼くだけ。焼きすぎると縮まるんでほどほどに。火が通ったらザルに入れて余ったタレと油を切っておいてください。今回もクレオールジャンバージョンのブルーの登場。穴一杯分の油を入れてまんべんなく伸ばします。リケイユっていうよく回る油使ってます。500cc、 たこ焼き粉 100g、 片栗粉 20g、 卵2個をよくかき混ぜて生地を作ります。あふれんように気をつけてくださいね。さっき焼いたホルモンをタコの皮に入れます。ほんまは部位を分けて入れた方がいいんやけど、こっちに入れます。どの部位が入ってるかわからんやんちゃなたこ焼き。具の次は天かす入れて、続いて紅しょうが、最後にネギを入れましょう。はい、具を巻いたら生地を追加します。入れすぎたら中のヒーターが焦げつくんで注意。溝に沿って生地を切り分けます。ちょっと早いんやけどひっくり返します。部屋中ホルモンの匂いが充満してます。自分の部屋なんで換気扇ついてへんし。時代はオール電化、うちはカカア電化。どこでも寝れるのが唯一の特技です。ホルモンたこ焼き24個焼き上がりました。美味しそうに焼けたけど、今回はやんちゃ盛りにすることが目的。今回はパロマさんのたこポンをチョイスしました。大体柚子すだしの柑橘系でさっぱりとした甘口。プライベートでもよく使う大好きなソース。健康コムさんのマイルドタイプマヨネーズをかけます。カッパのやんちゃ盛りにもマヨネーズかかってました。かつお節と青のりもかけます。どっからどう見てもたこ焼き、やんちゃな部分が一切見当たりません。めっちゃニンニクの香りがするローストビーフを巻きます。店の人に写真見せてこんな風に切れるって切ってもらいました。1個780円かと思ったら 100g 780円でした。かなりやんちゃなお値段。しかも間違えて寿司屋さん行ったんで回転寿司のはしごをする羽目に。キングボンビー寿司美味しかったよ。なんかたこ焼きっていうか肉の塊。肉屋でもらったローストビーフのタレをかけます。
卵黄をレンチンしたものを乗せるんやけど、もっと綺麗に白身を取らんかったらあかんかったのと、レンジで爆発しちゃいました。やんちゃの王様、やみつきニンニク背脂登場。もうふたけただけで、やんちゃな匂いがプンプンするし、お腹に入れば一生、だけやんのやんちゃ盛り完成。それでは、文ちゃん78歳のところです。はい、こんばんは。毎度。ありがとうございます。おいしいごちそういただきまして、ありがとうございます。今日はですね、やんちゃ盛り。やんちゃ盛り。はい。スシローじゃなくて、かっぱ寿司さんで、やんちゃ盛りっていうやつをやってまして、大悟が。でそのやんちゃ盛りっていうのは寿司六貫の上にそのローストビーフが乗ってあって、はい、で上にはその卵黄のソースですかね、卵黄はね、それが乗って、はい、美味しかったよ。ということで早速食べてください。はい、じゃあいただきます。かぶれてます。はい、巻いて。ローストビーフを巻いたタコちゃん、おすごい贅沢。ごっそうだけど、これ一口でいきますか。じゃあいただきます。どうぞ。はい、どう。タコナシちゃんの中身は何だろう。何だろう。コリコリしてる。コリコリしてる。分かった。何だろう。持つかな。まあまあ、ピーポンピーポンですね。正解ですね。やんちゃにするためにミックスホルモン入れて、コリ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 してる。コリコリしてるのは分かりました。美味しいか、何か。ローストビーフさんとタコちゃんがコラボレーションしてるんだけど、お、なんか難しい言葉使ってきた。うん、たまには額を出して。それでは、追いネギと追いローストビーフたっぷりの卵を取ります。何を、これを。え、ニンニク背脂もあります。うん、マヨネーズをタコポンユズソースもご用意しました。はい、お好きです。どうぞ。おネギも立派なおネギで、今回はやんちゃにいっぱい買ってみましたね。うん、やんちゃに使ってください。はい、ネギかけます。ブーちゃんが大好きなネギでございます。ネギかけました。頭が賢くなります。ソースかけるか、がっつりニンニクかけます。背脂すごい匂いしてる。なんかちょっとお薬ような感じになって。はい、はい、背脂かけました。はい、上火にしかかってません。はい、ソースかけて。はい、ゆずポンソース、タコポンソース。はい、いきます。はい、いっぱいかかりました。いっぱいかかったよ。はい、マヨペオン、マヨちゃんもかけねね、そこへ。はい、マヨとマヨネーズよいしょ。それからさらに、さらにこの上から、さらにこの思いがけない金額のそこは取ってください。はい、かけました。さらに、さあ食べるの、これ。肉バシバシ、肉2枚巻き、肉バシバシ、ネギバシバシ、やんちゃですね。はい、やんちゃタコいなしき、一口でいくよか。チャンネルいただきます。おっと、一口でいきました。はい、入りません。大きすぎました。さすがに一口は。あ、やんちゃした。ありがとうございました。やんちゃタコ炊きでございました。はい、感想は？感想は、やんちゃをするのもなかなか美味しいもんでした。ありがとうございます。はい。星は？星。7個、3個、3個？ 3 個くれるんですか？負けやね、3個。もう最高なんですけど、これだけやんちゃして星3個。ありがとうございます。評価も。もしもやんちゃでございました。やんちゃ、やんちゃ盛り、ありがとうございました。ぶんちゃん78歳、ありがとう。はい、またね。あ、ネギ残っちゃった。またね。